東京渋谷区。ここはカシオ計算機株式会社の本社。社内にはカシオが生み出したさまざまな製品が展示されている。カシオの製品は常にオリジナリティにあふれ、新しいジャンルを切り開いてきた。何もないところから新しい価値を生み出す。何か見本があってそれを改良したりするのではない。ゼロから一を生み出す。世界にないものを創造する。そう言い続けたのはカシオ計算機株式会社で数々の発明を生んだカシオ俊夫氏でした。企業魂。今回はカシオ氏の精神を伝え続けるある施設を訪ねました。東京世田谷区にあるカシオ俊夫発明記念館。ここはカシオ計算機株式会社の発明家カシオ俊夫氏の自宅の一部を記念館として改装したものである。カシオ計算機株式会社はカシオ茂氏とその息子たちである忠雄、俊夫、和夫、幸雄の4兄弟が1957年に設立した計算機メーカーだ。その中でも次男の俊夫氏は開発担当として数々の発明品を生んだ。ご子息であるカシオ隆氏に話を聞いた。父はですね、24時間365日発明に対して考えていた人でして、仕事から帰ってきましても夜遅くまでこの部屋でですね、発明に対して没頭していたのをですね、覚えています。カシオ俊夫発明記念館はテーマに合わせて5つの展示室に分かれている。こちらは俊夫氏が紙とペンで多くの発明を生み出したという創造の部屋。俊夫氏は発明の多くを会社ではなくこの部屋で考えていたという。こちらの発明の部屋には俊夫氏が発明した世界初の小型純電気式計算機 14A が展示されている。カシオ計算機の原点となった計算機だ。60年経った今も実際に動かすことができる。そしてこちらは数の部屋。電卓の歴史を変えたといわれる1972年に発売されたカシオミニをはじめ、歴代の計算機が展示されている。時の部屋は G-SHOCK をはじめとした歴代の時計が並んでおり、カシオのデジタル技術を駆使した時計の進化を見ることができる。そして電子楽器を展示した音の部屋。音楽が趣味だった俊夫氏は演奏しやすい画期的な楽器を発明した。すべての製品に共通するのは、ゼロから一を生み出し世界にないものを創造するという強い思い。カシオ俊夫発明記念館では夏休み特別展示企画デジタルって何を開催する。電卓を分解し再組み立てすることで電子機器の基本的な仕組みを学ぶ電卓分解組み立て教室。またデジタルカメラを使ってさまざまな現象の瞬間を撮影する高速撮影体験。カシオが開発したアプリを使い鼻歌で音楽を作る作曲体験。他にも自分だけの G-SHOCK をデザインするなど、さまざまなイベントが企画されている。カシオは
自社の製品を通じて子どもたちの知的好奇心を刺激し、未来を担う子どもたちの成長に貢献し続ける。ここに来てくださった子どもたちがですね、いずれ成長して未来の発明家になってくれたら嬉しいですね。カシオトシオ発明記念館は、カシオトシオの意思をこれからも伝え続けていく。